本日はボートレースオムラにご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより日本未来プロジェクト競争 in 大村ナンバーワン優勝者表彰式を行います。それでは見事優勝されました桑原優選手の登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。まずはじめに賞状優勝トロフィー局長賞が授与されます。プレゼンターは大村市ボートレース企業局局長馬場博之でございます。はじめに賞状の授与です。賞状優勝登録第4497号桑原優殿、あなたはボートレース大村における日本未来プロジェクト競争 in 大村ナンバーワンにおいて当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和6年5月10日大村市モーターボート競争事業管理者馬場博之、おめでとうございます。続きまして優勝トロフィーの授与です。最後に大村市ボートレース企業局局長賞として大村市の特産品長崎和牛詰め合わせセットが贈られます。馬場局長ありがとうございました。続きまして写真撮影を行います。ファンの皆様もご着席のままとはなりますが、ぜひ喜びの表情をカメラにお収めください。桑原選手は今年2回目、通算29回目、ここ大村では2023年8月以来7回目の優勝となります。そろそろよろしいでしょうか。桑原選手ありがとうございます。次に大村市ボートレース企業局から花束の贈呈です。それでは優勝されました桑原選手にお話を伺います。はい、まずは改めて優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ち聞かせてください。率直なですか。はい、もうやばかったです。やばかったですか。もうやばい、今も緊張で緊張でやばい、勝たないといけないというプレッシャーと戦ってたんですね。まあまあそうですね。そうですね。はい、さあ今日は地元戦ということでたくさんの方が水面にもいらっしゃったと思うんですけれども、ウイニングランいかがでしたか。いや本当嬉しいですね、あんなに、はいはい、応援してくださって本当ありがとうございます。さあ今節手にしたモーターなんですが51号機、このエンジンは前節から新プロペラに変わったエンジンだったんですが、いかがでしたか。まあまあもらった状態で正直ちょっと乗ってないんで、はい、まあ、すぐ自分の形に叩いて乗ったんですけど、まあ正直そこまで良くなかったですね最初は。はい、うん、そうなんですね。今日はどのような作業をされたんでしょう。まあプロペラ1本です。はい、はい、優勝戦を振り返っていきたいんですが、スタートはトップスタートコンマ06でした。ねえ、もう雪谷さんが行くって、もう本当にもうやはりスタートは行かなきゃ勝てないと思いましたか。ニトさんが早すぎるんですよ。そうですね。まあ、それでもトップスタートで速攻を決めましたね。まあもう気持ちいいですね。はい、はい、まあ、早い段階で優勝を確信されたんじゃないですか。そういうことは言いません。はい、そうなんですね。はい、見事優勝ゴールとなりました。今年は4月の常滑戦に続き2回目の優勝となります。近況リズムはご自身でどう感じてらっしゃいますか。そうですね、最近リズムは本当いい好調だと思います。はい、はい、じゃあそのリズムは維持していただきたいと思います。はい、さあ今年もね、これから G1、SG など大きな舞台が待ってますが、どのようなレースを見せていきたいですか。まあ、まずは一走一走、まあ、精一杯走ることですね。はい、わかりました。桑原選手は次節5月14日から福岡で、今節とタイトルは同じ日本未来プロジェクト競争 in 福岡に参戦予定となっております。ぜひこのタイトルね、連覇していただきたいと思います。最後にファンの方に一言お願いします。まあ、本当に、遅くまで残っていただきありがとうございます。これからも精一杯、いいレースできるように、地元勢精一杯
みんなで頑張っていきたいと思います。これからも応援お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。それではこの時間をもちまして桑原選手は退場となります。ぜひ皆様温かい拍手でお送りください。桑原選手おめでとうございました。それでは